あ、はい、皆様こんばんは。今週もやっていきましょう。先週は、かけるが前夜祭でしたけども、今週からまた通常通り、四季の全部ツール大会の配信になりますので、よろしくお願いいたします。今週もいつも通りですね、21時過ぎ頃から全大会予定しております。それまではの試合の方、様子、放送いたしますので、よろしくお願いいたします。では今週もよろしくお願いいたします。Fire! Fire! 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 F
Thank you.
Thank you.
い。
あ、こんばんは、セロテープです。じゃあ第74回四季の細道始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、さあ 1P 側がカワシムのザンギエフ、 2P 側がエクスパーのリュウですね。さあ飛びが通ってしっかりガード、前足波動拳、今のはちょっと残業惜しかった。さあピヨって大ゴス、おっとつなぎが甘くてスクリューをもらう。置き攻めは密着からいったが昇竜拳で返されて真空削って、まずはエクスパーが1ラウンド。さあ飛びが通って昇竜拳しっかりスクリューですって、さあ壁がきつい壁、竜巻、あのめくるような竜巻、さっき僕も食らったんですけれども結構いやらしい感じですね。さあ落として昇竜すからせて最大真空吐かせて上り蹴り、波動上りパンチで、さあ時間が、高田天から投げていく、勝ったのはエクスパー。続いてグッチさんですね。続いてワンピーが乱入したのがグッチさんのガイル、グッチさんガイルはちょっと珍しいですね。さまちょっと飛びが早かったがフォローして、さあエクスパーが壁側に投げていく、波動リードしたのでガイル側は無理をしないで球を消していく。さあちょっと飛んで波動拳踏んでしまう。さあ相打ち OK はガイルの方、めくっていく連キャンジャンプで距離を取って、さあ何も起こらないまま、まずはグッチガイルが1本、2ラウンド目ソニックサマー勝利を暴れて、さあ暗い投げで真空使って鎖骨はガード、つまき合わせて昇竜削り、さああるが体力がない、さ竜巻全部ガードしている、着地を投げに行ったところに中足暴れが刺さってエクスパ1本取り返す、投げて受け身取っている、さま着地していた感覚が、さあ着地壊しから竜巻多めですがグッチさんがしっかり対応している、真空剥がせて、さあ残り50秒、
リフト耐久完璧さ、昇竜暴れワンチャンあるか。竜巻中足高打点、さあドローで喜んでいるのはエクスパの方、そうでしょう。かなりごちゃらせて無理やりドローに持っていった感じ。竜巻さあ、エクスパの竜巻が通るか通らないか、そういった感じの試合運び。さあ通るのか通らないのか、最後は中足とハードを相打ちで勝ったのはグッチガイル。さあ続いて 2P 側入ったのがケンさんの竜ですね。今日は若干龍拳が多いのかな、龍拳ガイル、剣はいないか、剣ガイルですね。竜巻ガードして安全重ねからサマー吐かせて当て投げ、新球使っていく。相打ち、勝利は出なかったが最後は竜巻に巻き込まれて剣の竜が取っていく。開幕サマーで切ってめくり、さあピオリーチちょっと早かったが、プラスで中足ファイヤーから昇竜拳、鎖骨投げピヨっている。さあ勝ったのは剣竜。さあ続いて 1P 側がシホシムの竜、あ、竜じゃない、 DJ。 さあ初めてまだ数ヶ月ですが、スライディング、さあファイヤーぼかされて置き攻めは鎖骨投げる、受け身取っている。さあ球踏ませて、さあファイヤー生きているがスラッ、さあぼかしている、最後は中足暴れ。2ラウンド目、開幕飛びが通ったが鎖骨から投げ、下段から真空使って削り殺していく。さあ続いて 1P 側が破天荒さんの竜ですね。1P 側グレーの竜が破天荒さんの竜、 2P 側黒い竜がケンさんの竜。さあ勝利拳飛び通して大足が2回入る、最後は波動拳横底だったか。1ラウンド目は破天荒竜、開幕飛びが通ったが繋がらず勝利をもらう。昇竜拳裏落ちたがお釣り入らず投げられる、投げて剣の竜が取り返す。
さあお互いカク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 、扉ドンピシャ、さあ3段から、体力ほぼ五分から、さあ真空フルヒット、最後は暗い投げ、勝ったのは破天荒龍。今日は一進一退で、ね、ちょっと連勝がないですね。さあ 1P 側破天荒龍、 2P 側が、白のがデガですね。飛びが通るがコンボにならず、昇龍で切り返される。さあ投げる、ピヨっていない、さあ真空で削られて、最後は昇龍拳。さあ開幕読みはあってたんですが、コンボにはならなかった。2ラウンド目どう出る、食らわせ投げ、さあファイヤー燃えてしまって、勝利を光らせる、おっと投げて食らわせ投げ、さあ上り中 P、置き投げで削る、さあどうする、最後は気合で波動拳、勝ったのは破天荒さんの龍。連勝中の破天荒龍に挑むのはネロさんのガエルですね。さあ龍ガエル多め、開幕は中足とハドの相打ち。さあ破天荒さんの球の回転が速い、飛び通して、おっとめり込んだとこ投げ、受け身取っている、ダイヤスタイク、これはうまい、投げて竜巻はガード、真空、さあガイルのソニック隙は少ないんですが、さすがに地下まで真空と勝ち合うとガード間に合わないことがある。さあ昇龍拳根元、置き攻め、ガードしている、サマー、おっとちょっと早かったか、ファイヤーで燃やして、おっと足払い波動避けている、真空ヒットして勝ったのは破天荒龍。続いて中島さんのホンダですね。ホンダとガイルというなんかあまり似てないようなキャラクターを使いこなしている中島さん。さあ波動が避けにくい、避けている、端まで持っていったがファイヤー、垂直で避けて、使って、おっと避け損なったか、おいちょ、これでピヨらせる、3段で減ってしまう。1ラウンド目取ったのは中島さんのホンダ。
直避け損なう。さあガードしている。ダイヤシシンク使っていって6ドット7ドット削る。さあ無理やり掴まれた。さあ今ホンダ側ワンチャンあったんですが、なんとか破天荒流が踏みとどまる。あかん昇竜拳。さあ削っていく。これはもうちょっと波動も打ちにくい。さあコンボ、あっと最後は耐えかねて出した昇竜拳に頭突き。勝ったのは中島さんのホンダ。さあ続いてワンピー側がウネガイルですね。ソニック3回4発目。さあ打ち続ける。中足対空打ち続ける。上り台形対空はダメージ的にも、おっと。さあはしまで持っていかれるとガイル側も楽ではないです。さあサマー出ている。ソニック、ソニック、さあここまではガイルペース。さあ1回飛びが通ると掴んでいく。体力追いついて、おっとちょっと早かったか、壁の関係かアントビになってなかったですね。最後はバスター、狙ってました。とは胸がいる。さあ百貫めくり狙ってました。さあ中足に足払いから百列投げられて、勝ったのは中島さんのホンダ。さあ、ウネガエルです。お、セロテープさんのバルセロテープさんのバルログ対、中島さんのホンダですね。さあやってみましょう。セロテープさんバルログですね今回は。おっと落として続き爪で牽制していくか。あっと百貫が、あ、ここから必勝パターン、ホンダの必勝パターンが入るが、だがここは指定の。さあラッシュが、ラッシュが張り手のラッシュで、死んでしまいますと。さあ第2ラウンドどうする。さあ依然としてこれはセロテープさんわからないと。500、あ、ホンダのヤグレスがガンガン当たっている。うわー、ぴょった。あるのかこれ、さすがにさすがにといったところ。さあ、え、あ、はい、大丈夫ですよ。
さあ続きましてお茶丸さんの DJ。 さあこれさあとりあえず球を打っていく。お焦がして、さあこの距離でガードするのはまずい。画面端、さあ逃れられるか、なんとか距離離すか。さあここから前を取っていきたい、かわしていく。さあじりじり、あっとちょっとかすってしまったが見えてるのか、これは見えてるのか。さあ焦がす、こっから球、客観でなんとかかわすも、さあ上から行く、うー、お球が冴えている、近づけない、あっとこっからこっから、あ投げて、まあ一本といったところ落ち着いてましたね、落ち着いてますね。さあいい感じに一本一本最終ラウンドでおしゃもるさんの DJ を止めることができるのか。さあ先ほどなんかもう硬くなってますね先ほどの先ほどの動きがいかない。さあ焦がして、さあ厄関、おいい肘、いい肘、素晴らしい、あっとあジャンプしてしまった、投げ返している、ごまかしたのかなんとか止まった。お茶丸さんの DJ が本田止める。さあ続きまして青木サイクロンさんの残儀ですかね。さあ DJ 残儀、青木サイクロンの残儀 F。 さあ開幕球焦がして、まあこれも DJ 有利のところですが、おっと見逃さない。さあ固めて固めて、しかし画面端、さあ逃げられない、どうする、上から来る、揉まれて、あーローキックで死ぬ。さあさあ気づいたら、おだんだん壁に近づいているものの、なんとか弾で、押しているお茶丸さんの DJ ですが、さあこれは苦しい、なんか上からおっコンプして、さあ焦がした、あと一発、おい上が通った、しかしザンギエフ相手にジャンプするっていうのはなかなかアグレッシブなプレーでいいと思います。あ2ヒット、さあ逃げられない逃げられない逃げられない、お茶丸厳しいなんとか球を当てているものの、上から来た、画面端から逃げられません。さあお茶丸さんが止まってしまいましたが、続きましてはクレジンさんのダルシムですかね。さあダルシムザンギ、クレジンさんのダルシムです。とりあえず下段をかすらせての、さあだんだん画面端もう画面端、必死に耐えている、必死に耐えているが入る。さあ軽快な軽快な動きであっという間に怪しい動き、ザンギの通常技がバンバン当たります。1ラウンド目なんかヨガファイヤーを見なかった気がしませんか。え？ヨガファイヤーを見なかった気が。ヨガファイヤーを見なかった。さあ、あ、これがヨガファイヤーです。しかしもう体力ないですよ。もう。ああ止まれてる。見えているのか。さあ青木サイクロンさんの、ラッシュが止まらないと。さあ続きまして。
ンズさん、いや、京子さん、京子さんかだったと思う確か言いがちさあ、チュンリーザンギですね。あっ、いきなり、あ、さあ、もう5割落として、さあ100列余り暴れ、しかしリングでは逃げられない。100列が機能している。さあ、逃げられないぞ。撃て撃て撃てと外野からの声が、お、投げている、投げて、お、下段、一気に逆転、逆転なるかやばい、逆に、あー、さあ、あの撃て撃てのアドバイスは良かったんですかね。わかんないっす。あのアドバイス、まあ、当たって、当たれば OK かなみたいなさあ、大パンスクリュー、さあ、これは中足暴れ、また画面端、中足が機能している、中足がいい感じに固まってますね。さあ、かすってるぞ。さあ、どうするこれ、じわじわとガエルみたいな感じで、おっと、やばい、さあ、止めて、あー、スパコンが、スパコン、弾とかすって大技披露しましたね。かなりだいぶ見せプレイです。かなりいい感じですね。すごい今画面処理が追いつかないくなっちゃいました。さあ、画面端だ、やばい、暴れている、さあ、焦がしている、あっという間に画面端いっちゃいましたね。さあ、お次は、カワシムさんですね。カワシムさんはキャラはダルシム、なんか珍しいっていうか珍しいっていうか、そうですね、カワシムがダルシムを使うのはちょっと式では珍しい感じですね。そうですね、なんかサブキャラの練習場みたいな、確かに、風に、あの、僕は思ってるんですけど、勝手に。あっ、しかしなんかね、ダルシムって結構神経使うキャラなんで、そうですよね、式ぐらいは伸び伸びとやりたいみたいな。ああ、なるほど、たまには。そうですね、俺もなんかザンギ使ってなんか辛くなってくるとちょっとホンダとか使いたくなるんでまあそういう時ありますよ、多分こういう、こういう気使うキャラよりもなんか大胆にいきたい、うん、そうですね。いやー、硬いぞ。先ほどのクレジンさんのダルシムと比べるとやっぱりこれって、まあ弾打った方がいいんでしょうね。そうですね、これはやっぱりちゃんと、もうザンギが飛んでも当たらない距離は間違いなく打った方が良くて、はい、この距離ですね。そうですね、飛んでも当たらないので、で、飛んだら当たる距離まで来たらちょっと伸ばした手足でちょっと追っ払う。そうですね、安全になったから打つ。さあ、この距離、もう壁が出来上がってますね。さあ、冷たい、フェルノも出るぞ、冷たい炎、冷たい炎いいこと言うな。さあ、あー、弁慶を何度も何度も、こうなるとやっぱ厳しいですね、ザンギエフ。やっぱり球なんですよね。さあ、続きまして、エクスパーさんの、竜ですね。さあ、竜ダルシムまあ、竜別になんかないことないですよね。他の玉持ちキャラに比べると結構イケてる方な気がします。イケてる感じですよね。そうですね、ガイルとかと比べるともう圧倒的に、あ、そうですね、僕も S 流で、はい、たまに入ります、ダルシムで、まあ、ファイヤー避ける手段があったりするのが、そうですね、結構いいですよね。さあ、避けて、さあ、勝利出してみるさあどうする、どうする、そーっと事故がないまま体力3分の1減らして真空も使わせた、昇竜拳、事故らない、事故りませんね、まだ事故らない、あっと、事故った、事故ったか、事故、こっからさあ連チャンで事故ればあるのか、あった、事故るか、事故った、さあ事故真空あードリル、あー冷てあの片目はもう安定ですよね。結構持っていったんですが、はい、最後はキャラソといったところでしょうか。そうですね、まあ、しかしあんな感じでですね、エクスパーさんもなかなかごちゃらす方はかなり一流だと思う。そうですね、なんとかそのごちゃらせの勢いで持っていきたいところ。さあ、いいダイゴスだが波動がなかなか出せない、上から飛んでみる、おっと、思わず悲鳴が漏れていた
ニーケルの削りで使ってスラッタイク。いやー硬いですね。なかなかダルシムアグレッシブな動きしてましたが、ちゃんと固めていきましたね。続きましてグッチさん、さあグッチさんのブランカですね。さあ行ってみましょう。これはどういう試合になるんですか。結構ちゃんとやると、はい、いや結構ちゃんとやるとブランカがきついらしいんですが、はい、あちゃんとやるとブランカがきつい。そうですね、バックジャンプ大パンチ対空が結構どうにもならないっぽくて、さあちゃんと、さあ熱いぞ、あー相打ち、さあグッチブランカかなりいい動き、強キャラを勝っていくが、さあ一歩下がってダルシムの手足が、いやー長いですね。近づけないですね、近づけないですね、あー近づけない、アクエルの、うわーこの悪魔の実の能力者恐るし、あーっとあれだけは食らっちゃいけないやつ、刺さった、おーしっかり3段決めた美しいコンボですね今のは。さあ続きまして、あシオシムさんの何でしたっけ DJ ですよね。さあシオシムさんの周りにセコンドが2人ほど早速つきましたが、お見つけたか攻略を見つけて、お攻略を見つけた、すごい戦いの中で成長していくあ、焦げちゃった、やばいやばい、お、ナイスガード、さあ、いいスライディング暴れ、さあ、謎のファイヤーファイヤーというさあ、これどうなんのこれ、いい固めだぞ、あとは、落ち着いて落ち着いていけば必ず勝てるのでは、いい球、あーっとやばー、惜しかった、惜しかったですね。一応僕のアドバイスはエアスラはあんまり打つなかったんですけど、ほう、まあまあ伸び伸びと、まあ伸び伸びとしてさあ苦しい、さすがにめくりはちょっとまだわからない、これはブランカの必勝パターン、あー削り殺される、ビリビリやられてしまった。ファイヤーファイヤーってずっとDJ のアドバイスでファイヤーってファイヤーファイヤー、多分ダルシム以外にあんまり役に立たないアドバイスな気がしますね初めて聞きましたね、はい、とりあえず打てと、まあ、ニュアンスは伝わるんですけど、ファイヤーファイヤーさあ続きまして 1P 側ケンさんのベガですね、ケンさんのベガですね。さあベガブランカ、これも結構なんか難しそうですね。そうですね、あのブランカのジャンプをきれいに落とすのが難しいので、はい、一度転んでしまったりして上から来られると結構ベガ側が大変。なるほど、さあ最後で画面端から、画面端ダブル2、さあ逃げていく、逃げますね、逃げるところで追いかけているところをなんかピシピシと壁まで逃げつつ、そこからおっとやばい、噛まれると、いやでもなんとか逃げ切れて、ね、さあめくって一気に捕まらずに、捕まらずに逃げ抜きました、ね、一回飛びをガードしてしまうとそこから噛みつかれて、噛みつかれた後また飛び切りを食らって噛みつかれてみたいな、あのブランカの一生パターン、地獄のループが始まるんで、そうならないように慎重に慎重に、さあうまい、当て逃げを繰り返す、あー上に気使いながらスライディングで転んでもやばいので、
あっと噛まれた。さあ地獄が始まるか。やばい、一気にダメージ持ってかれて、やばい、まとわりつかれてる。ダブル2逃げれる。足をブンブン振って、おっと、うわー、しかしいい勝負ですよ。ですね、やっぱ逃げながら当てるっていうのがペガの、まあ、基本的な感じなんでしょうね。さあ当てて、最後、おっとちゃんと出る、ちゃんと出た。うわやばい。さあ画面端逃げー、なんで逃げれるのか、逃げ、さあなんとか逃げ出したが当たる、お釣りダブル。さあ苦しい、残り1ドット、ガー引かれた。最後は削ってグッチブランカしっかり決めていく。グッチさんのブランカ今 何連勝ぐらいですか。3連勝。さあ続きまして、ハクさんのキャミーですね。さあしゃがみながらパンチでなんとかとがめて、さあ上を落としての、さあブランカは上から来るのでなんとか落としたいところだが、スライディング。さあファイナルアロー、あ、おいしいぞ。うわあんな遠くからしっかり当てていく。さあラウンド2、お互いしゃがんでおりますね。さあ上から来るぞ、なんとか持ちこたえられたが、うおー、今のはちょっとあったまっちゃうやつですねこれ当たれないみたいですね今の。さあ噛みつき、なんとかガードして、さあここはキャミーに落ち着きたいところ、当てていく、体力はほぼ5分。さあ画面端に追いやったか、こかされて、こっからがきついところ、寄ってしまうまとわりつかれてしまった。さあこれで4連勝ですね。さあ続きまして、ネロガエルですね。さあガエルブランカ、かなりガエル側、おっ、なかなかアグレッシブな動きですが、ブランカの、あー、なんとか、あー、ニュートラル壊しをひたすらブンブンすると止めれるので、なんとかブランカの密着、起き上がり密着のチューチューロール、あれ、はい、結構みんな我慢しないで食らいますよね。なんであれ食らっちゃうんでしょうね。つい投げ返しちゃうのかな。まあ、来る、ちゃんとなんか来るって意識し、ちゃんと意識しないとなんか食らっちゃいますよね。なんか投げ返している。聞こえないから。さあネロガエルあるのか。一ラウンド取り返している。さあ。さあサブ。しっかりガードして。さあ画面足我慢してる。さあダウン、お、すごいいい球の動き。さあ雑巾掛けが止まらないか、中足を高めて、あーっと、さあネロ返し、惜しい、あると思ったんですけどね。でも1本取ったのでかなりいい試合でした。続きまして、破天荒さんの竜。さあ中パン、まあ、やっぱ中パンですよね。さあうまい間合いの取り方が、この間合い美味しい。さあ止まれてしまった、危ない、くれてる、危ない。さあ、ああ、いや、こっから、うおビリ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 、完全、ふっきり電気ビリビリ最終です。
なんとかガードして、さあ、な噛まれて、昇竜波動も当たる。うわぁ、ステップから竜の骨だけ見るんですよね。え、髪の毛のところは見えないんですか。あ、そうなんですか。豆知識してる間に死んでしまった。これで6連勝ですね。6盾。あ、はーい、こんばんは、川島です。よろしくお願いします。さあ、ランギですけど、結構やれる今の飛びですね。あれを、あ、膝なんとか通して、さあ、これはやばいぞ。あ、ダブル。ガードした。バニシング確定。おお、さあ、欲張り。今のは中足ですかね。そうですね、しゃがみ中足からアトミックバスターですね。ボディープレスめくりの中足アトミック、かっこいい。あ、今1回ダブル KO してるんで、これはウネペースですね。ちょっとあの膝で中足潰せるんですかね。そう、膝で潰せるんですよ。ワンチャンね、あのホンダのケツみたいな感じですね。ワンチャンアッパーも当たりどこによっては一方勝ちするっていう。あ、一方勝ち。ちゃんとガイルが、我慢してね、しゃがんで引きつけて落とさないと相打ちで落ちない。あ、なるほど。あ、膝がさっきから、さあ、スクリュー行かず、膝が通って、さあ、ギリギリ。あ、怖い。あ、だが、あ、さあ、ソニックゼロドットはもう余生ですね。さあ、タシコパンを振ってみたが、残念ながらソニックブーム。さあ、次は誰だ。次は中島さん。中島さん、ガイル、あ、ホンダかな。ホンダか、ガイルかな。2キャラ目はガイル、ガイルでしょうか。さあ、さあ、
ガエル同キャラ対決。さあこれはウネガエルは同キャラは、結構、ね、どうなんでしょうか。最近自分はちょっとガエルはキャンセル技をなんか練習してて、ソバットキャンセルとか、あなんかちょっと地味に前に進んで、そう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 、なんかこれ使いどころあるんじゃねえかと思ってソバットキャンセルサマーとかね。あー前ソバなんか開幕ぐらいだとなんか当たる、はい、当たるんでしょうね。 あれソニックとあとソバキャンソニックとかもなんかほんとちょっとだけ進んでなんかこう前に行くんで、さあそんなに難しいことやってもそこまで大きな差は出ないですね。家でやれるときにはいはい、はい、対戦相手がいないんで一人でやるんですね楽しむときですね。あーっと飛んでしまって、さあ中足当てたのは中島がいる。お父様、さあ開幕様意外とさあ痛いのが当たったが、ここは堅実に行きたい。さあ中島がいる2発目ぶっ放してサマーを打っていったが、ちょっと開幕から体力を珍しいですね。そうですね、まあ、ガエル同キャラってね、そうですね、どっかでリード取ってからそうなんかぶっ放コールを1個交えないと結構奇抜な、まあ、1回体力リードしてしまえばこういう風になってしまうので、さあウネがだいぶリードします。満着か。さあソニックのスピードはほぼ互角。あちょっと余計な血足が多いか。さあスタブが刺さって歩いたとこに向こうもスタブを出している。時間がないのか。あー逃げそば。さあこれは体力的に、さあウネガイルが取り返して1対1。あーっと裏剣開幕、裏剣かっこいいですね。裏剣だったが中足非常にも刺さる。さあソニックは出ないか。食らってしまうが、あ台足の後コパンで飛んでサマーで抜ける。サマー今ワンチャン当てに行ったのかもしれないですね。あれ殺意が、殺意が。あでも一発食らって、さあしかしウネのソニックが早いぞ。あスタブが当たる。前中そばにスタブはちょっと痛いな。さあ追いかけて追いかけて、あー台足追いかけて、あーっとあーちょっとソニックウェーム。さあかっこいいことをやっていく。コパ中盤ダブル、中盤ダブルですね。さあ中島ガイルが、さあウネガイルを倒して次は、さあお茶丸くんの、さあなんでしょう、コンダカバルログ。さあ最近メインキャラが何なのかよくわからなくなっている。さあなんと正体はザンギエフザンギエフ。さあさすがに中島ガイルにザンギはきついぞさあ先ほどのセロテープザンギと色は同じだがどうなんでしょうか。さあダブラリーはさあカク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 しているザンギエフなのにカクカクしている。ホークみたいなザンギがカクカクしてなんて意味があるんだよホークみたいになってますね。バニルかバニル、バニラないか。なるほどね。バニー見せのこれバニーやったとこで、まあ、この時点で体力がもう余生カクカク腰を振っているだけで体力が9割減っているバニシング1点狙いか。さあやっとダブラになった。バニシング1回でしたが、あっモミモミ。さあモムモム、あっさすがにガイル相手だとやりに行かないといけない。どっかでワンチャンを狙う。ここはさすがにガイルまで、あ、もんで、これはラッキー。同じ状況。さあ、置き攻めは今度はさあ、噛んで早い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  CPU。 さあ CPU ストマックもんでから頭を噛みついていく。前足が刺さる。さあ、反則技のオンパレード。ボディープレス、より、あーこれはハガー、ハガーの腹の飛び、あっここはサマーでバレバレいやだがさあちょっと距離が、かなり体力はさあ冷静な中島さんがお茶丸くんの残儀を倒して、さあ2勝目。
クレジンさんのダルシム。さあクレジンのダルシム、さあ始めてからどれぐらいかな、もう3ヶ月ぐらい経ってるかな。3ヶ月、うん、3ヶ月ぐらいかな。ハシムさん的にはどうですか、最近の成長というか。うん、まあ難しいですね、ダルシムはキャラ対を覚えなきゃいけないことが多すぎて。結構なんかこうドリルとかで攻めるイメージがあります。あ、そうですね、ドリルとあとなんかわけのわからないところでスライディングを出すという。そこはじゃあカーシムさんが伝授していく。なんなんですかねあれはね。 俺の動きではないんですけど。さあさすがにガイル・ダルシムは中島さんでもきついかな。ファイヤーと手でやっぱ行きたいですね。そうですね、ぴょんぴょん飛んでいるとどっかでガイルにこう読まれてね、飛ぶのは危ないですね。だから時間がなくなって、さあ火を吹いて、こういう時間がないときはドリルとかもいいかもしれない。さあ0秒、さあガイルが髪を溶かして1勝目。さあ中島ガイルは結構ダルシム戦のスキルは高いですよ。いいシャガ中。ガイルに対するダルシムの対空っていうのは45度ぐらいだったらレバー入れ中キックとかなんでしょうか。ガイルが対空ですか。あのー、ダルシムが対空、対空するとき、ねやっぱいろいろ使い分ける、うん、中キックはね判定がそこまで強くないんで、あ、まあ、コパン、タチコパンか、はいはいはい、後ろ の短いタチコキックですね。 あ、はいはいはい、あれがもう最強です。レバー入れの小キック、あれがもうほぼ全部の技に相打ち以上ですね。一本負けする技ないと思います。強いですね。さあ、京子さん、いや、わかんないです。さあ、これ京子さんって読むの。さあ、京子さんのチュンリー、チュンリさあ、京子さんのチュンリー前そばが刺さって画面端はチュンリーきついですね。さあ、ガイルチュンリーは意外にいい勝負のカードです。あー、この中そばっとですよね、やっぱ強いのが。そうですね、そばっとね、あれ弦でしか相打ち取れないですね、多分ね。あー、なるほど、弦も浮きますからね。相打ち取れればラッキーなんですけど。あー、弦だったらこけますもんね。そうですね、こけたところやっぱチュンリーはゲージを溜めたいところですね。あー、さあゲージを溜まるぞ、溜めて溜まって、さあ戦列に行きたい、飛んだ、あー、惜しい。さあ中島がいるが 1,2,3,4,5 勝目かな。4勝目ですね。4勝目か。さあここで登場、青木サイコン、青サイさんですね。本日結構ガエルが結構多い、多い。さあさすがにね、青サイさんをもってしてもガエル戦はきついものがあると思います。さあワンチャン逃してしまうと、このツーヒットが痛いんですよね。もう勝ち目はないです。1回を逃さないこと、ザンギー。あー、さあまだわからない。いやさあだからここから距離はいい、まだ、あっと、あ、最後の飛びは通らず。さあやりに行くスタイル。さあこれがガイル戦です。さあガイルはなるべく陣地を下がらないで、なるべく長時間戦っていれば下がる時間ができると。あ、タチコパン。さあジャンプライパン、あれ結構ね長いんですよ。あ、ワンストレート。さあ、サマー待っている。いや、ダイパン強いな。そう、ザンギーあれとあと中膝ですか。あとは高めのジャンプコピックですね。さあ、しかし中島ガイルがソニックブームと中足であっち行けあっち行けと。さあ、次はエクスーパーさんかな。なんか相性が悪いカードが続いてましたね。
葉さんの龍。さあ中島ガイルが5勝目でこれで2位に浮上。あれ今1位誰なんでしたっけ。1位はグッズさんのブランカですね。じゃあ6勝0位。さあ今日はなんかちょっとぬるい気がしますけど、さあ3勝で負けてしまった俺が言うことになるんですね。さあエクスパー龍が、さあ裏剣、裏剣、あっとしかし波動が当たって体力的には青ゴブですね。あしっかりスリップで、さあソニックは打たず、あー竜巻置いてある、あ裏剣が刺さって、あさあ相打ち、読むな読むな。さあ、あ、竜巻どうだ、おい真空波動拳。さあエクスパは1本取って中島がいるわ、あっと竜巻が刺さりますね。あれね、あんなところでね、あの中竜とか大竜をね出す人はいないんですよね。なるほど、そうまさかみんなああやって小竜巻で前に落ちるはずなんで、人読みしないときついってことですね。まあ、今のはちょっと露骨だったか。そうですね、ちょっとバレ出してますね、竜巻。バレてきてますね。さあ、今度は弱達。バレる前に倒したい。竜巻。竜巻が。いや、まだ。さあ、ゲージはたまらず。竜巻ぶっぱ。バレバレか。さあ、竜巻がバレ出して。ああ、大キック長い。竜巻もうバレてきてますね。バレてきますね。さあ、そろそろ正体が。バレてきたぞ。さあ、こうあえてる。さあバレている。手なのか。さあ中島がいる。硬い。ああ硬い。さあ真空を持って、どうなるのかな。あーちゃんと後出しでソニックを出して。現実に。斜めあった。真空入っちゃって。入っちゃっていく。さあもう一回ワンチャン食べるのかな。食べるムーブではなさそうですね。そうですね。そのムーブではない。折り、ああ、竜巻狙っていく。だが、なんだかんだで溜まるが、ああ、やっぱ大キックが長い。さあ、中島がいるが、6勝目。はい、ウネガエルです。さあ、続きましてダルシムさんの何ですか、ダルシム、いやわかんないです。 DJ 意外と残金とか使うダルシムです。さすがに2戦目なので、久しぶりにダルシムですね。なんかああ1戦目もダルシムだった。そう、いや珍しい。本気ですね。本気です。ここまで好調な、中島さんのガエルをもうここで、そうですね、もう止めに本気で止めにかかるといったところでしょうか。リードしてもきついのが本当に辛いですよね。辛いっす、これ。あ、やばい。ここから、ダルシムの必勝パターンが始まります。あ、腐敗のシステム。これもう壁です。これ、本当に飛んだが、そう8コパかな。8コパ青サイチョップみたいな。立ち瞬間もあるのね。あ、そうなんですか。おい、ダルシムなんて使ったことないもん。あー、これ吐いて。これはきつい。時間がない。時間ないね。いや、でも判定勝ちあるよ、ワンチャン。8台系食ってるだけで。ほら止めない。あるあー、逃げスナイパー。あー、テレポできっちり逃げて。ワンチャン8台系がうるさいんですよね、上に飛べないやつ。あれは確かに難しいですね、あれ。うわ、開幕スナイパーもありなんですね。ここを畳みかけたい、ガエル。さあ、ドリルで攻めていく。なんかあれ、中盤、手伸ばしてもソニックガードできるのがすごいですよね。ああ、そうなんですか。普通に手当ててんのにさ、ガードするから。ああ、そっか。まあ、タイミングにもよるんですけど、それからの頭上ソニックがスカルか。はいはいはい。あ、ほんとだ、ずるい。さあ、なんだかんだで、ね、ダルシムが追い詰められている。落として、これリードしててもちょっとなんか攻めなきゃいけないっていうか、まあまあ難しいです。高いさあ、飛んで飛びが通る。素晴らしい、いい勝負ですね。
しかしあの川島さんのダルシミ大きい、あ、スタブ、あー今たこの前いやー開幕の今スタブが刺さってリードはあったが、さあ飛べないぞ川島選手、上を見ている。さあ必勝、必勝の始まった、必勝パターンが、これはもう余生か、事故れ、事故らない限り。おっと上を飛んだ、さあ出してみる、こっからしわしわ、あー落とされて、いやーあーだが時間はまだギリ間に合う、あー冷たい冷たい、さあ冷たい冷たいスパコンですね。なんとか止めると、決勝戦、決勝戦、決勝戦ですね。グッチさんのこれブランカになるんですか。そうですね、ブラン、グッチさんのブランカと中島さんのガイル、なぜかブランカで6勝しているので素晴らしいですね。意外と結構ブランカとか使ってるの見ますよね。なんかブランカとかホークとかうまいですよね。いっぱい使ってる、なんかなんか、ね、なんか結構なんか使わなそうで使ってるっていういやなんかついなんか小学生みたいな言っちゃったけど、いっぱい使ってるなんかそんな軽い感じじゃないよ。もうすごいガチでもう普通にもう稲楽モサをもうバッタバッタなぎ倒してますから、ちょっとなさっき侮れないちゃったんだよな。あ、そうなんですか。さあ始まります。あ、そうなんですかって前が実況してたから。適当ガエルブランカ、これは決勝戦ですね。え、選手お勉強ですね。え、いやめん、うん、もうねこれガイルすごいめんどくさいんですよこれ。さあこれブランカのあの必勝パターンです。これ必勝パターン、必勝パターンです。必勝パターンではないと思う。これはやっぱジャクソニックで、まあそうですね、ムエタイとかで当たった時にツーヒットになったりするから、やっぱジャクソニック連打がいいですね。はい、はい、連打じゃ、連打はあれなんですけど、いい勝負が、あーしっかり埋めてた。暴れをしゃがみコパにしてみるとかいろいろ。そうですね、暴れ5番はなかなか理にかなってるが、さあ一気に画面足ガエル、つい壊されてうまい、ビリビリガードしている。いやこれ雑巾だけやっぱ、あさあ2ヒット、今の携帯の2ヒットですね。美しい。さ あ, あと一歩踏み込んで、心の隙間サマー、雑巾だけサマー、リバーをサマー、リバーなんて入るんですね。サマーギリ先っちょ入りますね。あっと、あサバ出してみる、当たってる、中盤ソニック固めて、さあ候補互角どうする。さあお互いここは美味しい、美味しい舞だが飛びが通らず、ダイヤシーあ、やばいやばい、あー止められる、どっち中返っちゃう、あー裏回ってる、あー判定判定勝ちっす。さあ熱くなってまいりました。開幕難しい。ウネガエルは開幕は何よくやりますか。え、もうガードとか、ガードあのスト2でガードってあんまりなんか良くないと思うんですよね。あとはあの逃げそばとか、あ、まあ逃げそば、あー当たった、当たった、当たらないのに、あ、ちょっと今画面端ちょっとずれてたんで。さあ厳しい、あこれは、あーあー相打ち、なんでこれが相打ちになるんですかね。ちょっと今引き付けが足りなかったんですかね。難しいですね、ブランカ飛びが早いんで、うん、引き付けるのも大変ではありますよね。必殺技と通常技が相打ちになるってなんかおかしくないですかね。まあでも必殺じゃないです。いや自分もあの第5戦にキャノンスパイク負けたこといっぱいあるんで、いや、おか、なんか一つのおかしいところですよ。必殺技じゃないじゃん。今日もあの DJ でスパコン打ったらバルログの爪にやられました。あ、根元で打ったんですけど、ローリングにやられました。なかなか厳しいですね、スタッツで。お、サマーで切って、あー、今投げに行こうとしたのか。反応がいい、反応がよろしい。あー、サマー、中島さん、サマー冴えますね、冴えますね。中島さん、あんまりこういうサマー見せないんですけどね。はい、ガードして安定、
あんまり中島さんなんかそのブッパーサマーみたいな、そういうイメージないんですけど、ね、ないですけど、さっき結構ガエルガエルとかでも開幕サマーとか、そうですね、今日はちょっと強気か、今の潰れるの垂直ジャンプ、この前難しい、固めて、あ、スタブ、この前のスタブが刺さりやすい、そうですね、ガエルにとっては美味しい、これですか、スタブ威力高いんで、あ、でもこの雑巾掛けがビリビリには手を出せず、ソニックで追い返してのスタブ、さあ両者いい動き、ここ難しい、いや、これあスタブで突っかかって転ぶんで、あー難しい、あーとこれ難しい、めちゃくちゃいい勝負ですね、めちゃくちゃいい勝負、うー、怖い怖い怖い、ナイス、お互い一本も譲らない、ソニック減らね、あー今のあの出際になんか引っかかりましたね、あのね、さあ最終ラウンドソニックで、ソニック固めて、大ローリングめっちゃ痛いよ、痛いっすね、あんなに減るんだ跳ね返るのがあるっすけど、やっぱ体力がない時は一発あるんで、さあ美味しいぞ、なんか食うぐらいになってる、食うぐらいになった、高め当てのなんかっていうのが結構ブランカに有効だったりする、あー高め当て、そうリバサーで出る時に高めだと結構引っかかる技が、はぁ、あ、はぁはぁ、おっとこれは、あー落とせなかった、サブ、おい8弱、ニュートラル忘れずしっかり出してる、そうですね、このガエルはそこの切り替えが頭混乱するんですけど大事です、もう半ばもうなんか来るだろうみたいな、もう読み半分見てから半分みたいな、そうですね、まあ、ソニック気にしちゃうとムエタイが出なくなっちゃうんですけど、はいはい、わやっぱサマー見えてる、さあ立ちの、じゃあの中空中そばと結構あれ結構あの当たりますよね、飛びに、ふぅ気持ちいいですね、サマあ、大キック、裏剣はどうなんだ、さあ互角になってしまった、いいとこだったんだけど体力が一緒、ブランカー冷静に球を処理していくが引っかかってのスタブの、いやー一生雑巾掛けか、やばい掃除係だ、掃除係が、あーうっ減らね、本調子リバーラ、あー一歩下がってバックステしてしまった、ウルフォーか、さあ一本で今のところ1-1ですからね、かなりいい勝負です、いやーこのさあしっかりとがめてる、小足で止めて、やっぱ歩いてるの見てるが噛まれてしまうんですよね、いやこれ噛まれるんだよね、なんかそうなんかちゃんと見てるつもりなんだけど、そう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 、噛まれちゃうっていう、見てるんだけど噛まれるんだよ、うん、だからもう気持ちもっと早めにやっぱ出すべきなんでしょうね、うまい2ヒット噛まれてる、あと技によっては出際を吸われるんで、美しい、うわいやーこの美しいサマーを出しての固めての、熱いぞ、バックジャンプショーキックすごいですよ、さっきそうですね、あまり見ないですけど結構強いっす、あ、なんかああいう連携あるんですね、あこの前この前分からない分からない、いやどっちこれ、あー垂直ダイパン、垂直ダイパンが勝った、さあこれで、中島さんのガエルが、2つですね、2-1です、2-1リーチ、中島ガエルがリーチとなりましたが、ここから、ブランカー追い上げることができるのか、さあ開幕スタブ安定、技をフリフリしてのまたなんかこのなんか画面端好きですね、いやでも結構いろんな人言うんですけど、まあ我慢強く画面端で戦うのもありっちゃありなんですよね、確かに、おーっとおいしい、コパコパ様これはおいぴーですよ、あーと中大地使ったけど透かして投げリーチ、中島ガエルこれでリーチ、さあうわー、あーとちょっと高かった、高かったですね、まあでも、まあ、今のはちょっと欲張って中パンだったんですけど、はいはい、小パンだと出が早いんで繋がったりするんですよね、あーなるほど、ちょっと高めだなって思ったら小パンにしてみるのもいいかもしれません、サマーが当たるあと中パンソニック、あーちゃんと押し返していく、ソニック早い、さあブランカ ー垂直ダイパン盤石、死んでしまう、あー大あー一気に持ってった、
優勝は中島さんのガエル、おめでとうございます。おめでとうございます。おめ、なんかすごいアグレッシブなプレーで、すごいなんか面白かったですね。なんか見てて気持ちよかったです、まあ、メインのガエル使いはやっぱしっかりリフトで相打ち取るんで、ではじゃあ、優勝者から一言だけ、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。今回の四季の細道、何回目74回、第74回四季の細道優勝者は、中島さんのガエル、ちょっとおめでとうございました。ありがとうございます。おしまい。
Thank you.
Come on.
Come on!
ああ、はい、こんばんは。お疲れ様でした。ということで、23時を過ぎましたので、この試合終了後、今週の配信は終了したいと思います。よろしくお願いいたします。では今週もお疲れ様でした。ではまた来週もよろしくお願いいたします。失礼いたします。